フォールズ郡区はアメリカ合衆国ペンシルベニア州東部のバックス郡のタウンシップである。2010年の国勢調査での人口は34,300人だった。タウンシップの中にはフェアレスヒルズ、レビットタウンの地区が入っている。近くにあるモリスビルボロの外にモリスビル郵便局があることでフォールズタウンシップの一部をモリスビルと呼ぶことがあるが、これは間違いである。 1616 16年にはすでにオランダ人による開拓地が作られていた。1681年、ウィリアム・ペンがペンシルベニア植民地を設立する以前に、ウィリアム・バイルズなど多くの開拓者がホールズとなった地域に入ってきていた。この時期の開拓地として、ホールジントンが唯一連続して利用されているものである。ホールジントンは当時の村の典型だった。 交差点の村の例である。1663年に設立されたバックス軍庁舎がホールジントンに建てられていたが、1705年にブリストレボロに移転された。バイルズアイランドのウィリアム・バイルズの家で最初の集会が開かれたフレンズ・ミーティングは、ホールジントンでサムエル・バージスが寄付した土地六栄館の土地2690年頃に、 建てられたレンガ作りの集会所の場所にあった。1690年にはまた、トマス・ジェニーも、ホールズ・月礼集会のために、クエーカー墓地として使われる土地72エーカーを寄付した。ウィリアム・ペンが、ホールズコモンのために120エーカーの土地を寄付した。タウンシップ自体は1692年に設立された。タウンシップの中に多くの村が存在し、 その中でフォールジントンが社会や商業の活動の中心だった。モリスビルももう一つの著名な村だったが、1804年にボロになって分離された。タリータウンもやはり村だったが、1891年にボロになって分離した。その他に元はフォールズタウンシップとミドルタウンタウンシップにあった村で亡くなったものとして、タイバーン、ペンバレー、ホイートシーフ、スリックビル、 ドッグタウン、ペンズマナー、オックスフォードバレーがあった。フォールジントンの成長が続き、住宅、宿屋、公共の建物、店舗、小さな工芸の店などができた。フェアレスヒルズとレビットタウンの街が建設されるまで、タウンシップの中では最大の村であり、長年商業の中心として機能していた。1682年、ウィリアム・ペンがその公式の住宅である。 ペンズベリーマナーの建設を始めた。フォールズタウンシップ内の広さ8431エーカーの土地はデラウェア側に沿ってフィラデルフィアへのアクセスが良いことから選ばれた。この島はペンの創造者が少しずつ売却していき、最後まで残されていた建物も1864年に破却された。1932年、最初の土地の中の小部分を ペンシルベニア州が購入し、ペンズベリーマナーの再建が始められた。ペンズベリーマナーは現在歴史史跡となっており、一般に公開されている。1969年にアメリカ合衆国国家歴史登録財に指定された。フォールズは主要な交通体系に近いことから、その発展に大きな影響を受けた。その中で最初期のものはデラウェア側だった。街は、 デラウェア側の航行可能な上限にあった。1686年、植民地表議会がキングスハイウェイの建設を命令し、すでにあったインディアン道に沿ってフィラデルフィアからニュージャージーのトレントンまで通り、その間にブリストル、ホールズ、モリスビルを通った。このキングスハイウェイは今日でもアメリカ国道13号線となり、最初のルートにかなり近いところをたどっている。 18世紀から19世紀を通じて、他にも街を通る道路やターンパイクが建設された。19世紀から20世紀は他の交通手段が通った。イーストンからブリストルまでのデラウェア運河は1832年に開通した。フィラデルフィアからモリスビルを通ってトレントンに至る鉄道は1833年と1835年に建設された。この鉄道は、 ペンシルバニア鉄道本線の一部になった。ペンシルバニア鉄道の西トレントン短縮路が19世紀末にホールズの北部を通って建設された。これらの鉄道は現在、フィラデルフィアとトレントンの間で南東ペンシルベニア交通局アムトラック、コンレールの旅客と貨物の輸送に使われている。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、 領域全面積は26.6平方マイルであり、この内陸地22.3平方マイル、水域4.3平方マイルであり、水域率は16.11%である。フォールズタウンシップの中には、ペンシルベニア州の南半分では最東端の点がある。2010年国勢調査時点での 人種別人口構成は、ヒヒスパニック白人84.1%、黒人5.8%、インディアン0.2%、アジア系4.2%、根結2.1%、ヒスパニック系4.4%となっていた。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ナショナルパークサービス、ナショナルレジスターインフォメーションシステム、 ナショナルレジスターオブヒストリックプレーセズ、ナショナルパークサービス、2020年10月12日、閲覧。センサスオブポピュレーションハウジング、US センサスビューロー、2015年7月23日、閲覧。センサス2010、ペンシルベニア、USA トゥデイ、2011年7月19日、閲覧。アメリカンファクトファインダー。 United States Census Bureau 2008年1月31日閲覧ありがとうございます。